それでいきます。先行ピラス精神高校46発送節スリーカー DJ チャカレディファイ、はい、正面に来るこれ来る骨身に染みてくるこれ超視界に来るけど相手はまんまる小デブの46階段学部老室座に来る。ああてめえが00かっけえ人たちいっぱいいたよ。ムカデリインマンカリスマラッパー負けたら解明焼き豚チャーハン豚ちゃん相手に SK ラップだけしてみせるエビデイ2345678デビ夫人も言うよあんたデブネイこれならラップの勝負お前が俺に勝てるのどこ準備はいいかあげる会場ほらネオジェネ全員調子はどう。はいはいブラブラそういうことなら街では興味がないから下手な言葉やらずにまた見られるいいからいいからのステーキーなわざわざどうも俺の相手がピーラス星人ぶっ殺してプロップスも一攫千金ああ音の上に乗せながらも遊んでこうお前のスキル俺がテストしてやるよつまりノベルコは俺も飛べる鳥だ開ける扉それかお前に向けて俺は重厚ラー引いた鳥だ。俺の終わらないよこの世界自分との世界の間でまだ入ってくだけてめえの言葉だけ何にも聞きたくないから早口ラップがどうとかうるせえ。ああお前一攫千金とピーラス星人って誰でも踏めるようないつまで踏んでんすかマジで。いやこいつがラップうめえとか言ってるけれども俺の方がラップがうめえ。あデブがディーゼル金なデブがカルバインクライン金なあとデブがパーマかけんなお前よく見てみこいつよくいる大学生で大してラップうまくねえから大してラップがうまないなら俺なんでここを立ててんのかな変なことばっか毎回言われるただのデブ人は見た目じゃなく中身だって分からせる。あ全然足りないようなバースはまだ止まることがないなまだありがたなやり方だったいやまだまだ足りていないらしいようないらしいよりもなしまあ回しながらもマリーナなんでもいいけれど俺もボニータドリーナ音の上に乗って遊びな。なんでお前が呼ばれてるかメイフォーとかシューターとか色物を倒して相手が下手な時だけバズってるだけだからてめえてかよお前一軍落ちた二軍女子のすっぴんみたいな見た目でラップやんだよ。君見ないことで見たスピリッ尻神に変わるあの日のリリック尻神が告げる人生の意味僕自体が誰かさんによる気味46ラップずっとギリギリビリケンだったら言うビリビリ俺のショーケースです皆さん楽しんでってください。確かにね確かにねお前は即興やってるけど結局ケツの4小節はネタ仕込んできてるそれしかラップができない出し込まないとこの上上げることができないなら意味ないから記事がいいみたいにこの場所バースで吐きたい。いやまだ足りないまだ足りない俺張りないまだ張りあ俺ありなまだ上げな今足りな俺はスイング乱すビーバーやピラス星人意味がねえしまずはベイビーどうせ方ならウェイビー俺もいつもやっぱ元気終了先行メイフォーシェシェシェオコファーファーストセスリーターンディジッチャカレディファイおうどうこう見せるまたどうこんじょ誰相手関係ねえ一回戦ぶち上がれあいしがりビート上乗せることできなきゃラボとしてロケだってそれ言うぜ即興の内容は特攻隊長アイドルラッパー特攻隊長デオジェネシスミレニアムメインフォーを殺すクリティカル隣のあの子も振り向かす首にタトゥーなくてもぶち上げるアカペラでもなんでもいいこいつ即興がどうこう言ってるけど最初の4小節ネタでまとめてる赤髪のやつはどこのどいつで TikTok 見たけど下手だなこいつ見た目もバースもネタキャラのスパどうも TikTok チェックしてありがとうって言うけどなアイドルの世界に一流になられへんかったから音楽に逃げてきた下手るやろうがあいそれでどうなこいつ勝てるサンダーもマジねえなあいルイビグッチフェンディブラダよりも価値がないこいつのワンマンうぜ東横キッズ高等技術俺のが似合う六本木ヒルズ週末は見るロールオブザリング家来のいない王国じゃキングTikTok どうもありがとうって俺の MC バトルの動画チェックしてどうもありがとう俺が歩いてる街角 OK これお互い様やろ俺はこれ扱ってるネタとストック MC バトルはネタとご丈夫俺のお母ちゃんベラチオ上手まあそれくらい余裕でさかませるぜ黒歴史現場に大公開俺が女でも恋愛対象外みんな聞きましたネタのストック使ってるって言いましたゲタラッパー、ゲタパッカー、この先出しゃばんねん俺に負ける、ここで終わりだよピラフに抱っこ、赤ちゃんラッパー、フロム045、神奈川ナンバー終了先行アラビブルーチェ、高校レッドウィング発射節スリーターン、ディジットがレディーファイ俺が負けると思ってんだろぶっといジョイント、真っ赤ら見とけおい鼻血出さんと俺が相手だとかなりヤバいぞ適当なフロートラップノリがダブライオンマイノーそれを聞きに来たぜマジでねんだ今日俺は興味ないから適当にはそう全然興味ないなラップが下手くそでジョイトの話しかできねえやつなんて興味ねえんだこれ普通に出てきてこの程度のスキルで笑わせんなマジで俺これそれっぱがリノコンこいつが好きだ俺勝てねえぞ俺がトラップノリがどうこうとったそんなことじゃねえじゃん
と渋谷ハレも俺がパチカムスに来たでしょ。よタラ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 それタナタナテレキナにタラタラやってるだけの話ちゃうか。え誰が誰がどうえマジで君がの写真に乗るザコならば一発そうシェルガのビーチお前舐めすぎ俺のことをファルビーちゃんと乗せてみーって言うかお前は目と目合わせる前にビートに合わせろマジで誰がビートに合わせないでお前聞いたら分かるだろうな右から左リズムで湧き込んでるだけだねお前ら分かれててその人のクローチャーマジで俺に響いてないからそうあうち、適当に並べるだけそれじゃ全然ダメだってできてる風に見せてるだけほらこれかぶって格好で決めてるだけできてる風に見せてるだけでも金を受け取ってメルセデスベンツかマジ下手くそさよならラッパーじゃないこいつは、うん、俺はいつも通り空間を掌握してるだけの話赤髪こいつ赤髪シャンクス俺は ホテルビーチで仲出しファックするハキハキ喋るよシャンクスとか言うならせめて分かってないのはお前結局話の話って2年前の話引きずらないと俺とバトルできひんらしいぞよ結局は過去の話どうこうでフローに逃げた俺に何言いたいかも分からんとブレりすぎて頭飛んでるし目も飛んでるし訪れてる訪れはこいつの方やで終了先行エビチル高校リュウキ発射線310ディジチャカレディファイいやエビが負けるとは思ってんだろ多分そうだけど頑張ってみるよみんな言うクソラッキーカードこの敵レースぶち壊しちゃうぞいやかかってこいよマジで何も怖くねえもん今日レッコにかけてたビビデブビデブ今日のエビチルじゃ効き目ないです前回俺直接言ったのに見てみのレオジェネこのざまだバトルのレベルがグーンと低下てめえらのせいって分かってんのかお前が芸人2000円が生んだ闇くるみ空と同じ匂いがプンプンすんの俺だけかくるみ空線で DV にメダルにエビチルのこと今日指名したんでしょこいつの将来ボラハラオットストレスで痛いお腹がちょっと待ってかっこつけてラップしてるけど内容が薄くてしまりませんこいつはよく言うネクストレベルちょっと待って鼻クソ出てるこれ一本でデザイナーズマンション引っ越して俺の先輩のアルクのビートと俺が交われば化学反応が起きるてめえは誰てかお前に言いたいこと正味ないんだよね俺は今日優勝しか見てないよやることやるそれだけだろバカが終わったお前の自己満の女に今の説教で何回言っちゃったんですか龍騎イコールドラゴンデーモン佐伯くんお前のオナホじゃねえぞみんな見たこの気持ちよさそうな顔待て待てスクリ中邪魔すんではいアベマでオナに生中継いや、俺が気持ちよくねえのにこいつらが気持ちよくなるわけねえだろうが全員で気持ちよくすんだよお前の乗り方なんも分かってない俺は一個ピンポイントに全部エイム合わせてやってんだよあ、俺の隣にセクシーなレイディ黙れよピーチ那覇の肉弁慶終了先行リベラル高校花火ブルーチェ発祥節3ターン DJ 柳田家レディーファイラップがうまいやつを求めているこの会場でどうやってラップをかますかなんて考えてる暇もねえから俺は自分のね広げながらやってるぜ息のね飛べるんじゃなくて俺はリベラルから関西系やってきたぜ教えてやるぜ紐をね当たり前だぜラビブマジュペおおおマジで俺やべずっとしてんだよな少しこまるスナベワイワイいつもかまずれっていうか楽しければ何でもいいんじゃない俺とリベラルどっちが勝つみんなビーベッツしろよマジ勝つというよりもどっちがヤバいかを勝つ僕してくれって話まるでここの白にはめることができるリベラルヤバくなるでどんどんまるで上がるまるでそうならレベルアップしてくよまるで俺はトルネード台風みたいにお前をてかじゃんけんして先行取るなよ普通に俺高校マジだリーシー先行高校順番が逆近寄んなよ顔がギャグそれだけの話をしてるぜそう慣れ合いなんてやりたくねえだろトラップのノリじゃなくていつもの見せろそんなこと言ってるくせにお前も別にギズは吐いてねえだろって俺顔が逆リベラルうまいなお上がるんだよここら辺で一発ヤバいのってわかるかな俺の印象うまい年上1回戦2回戦ついでこいついや知らねえけど1回戦2回戦引退
しねえぜ B マイベベ関係ねえぜやりたいことやってるのを時間で話をしてるだけだろお前いつもの補佐フローどこに行っちゃったの俺はいつも知ってるの補佐フローどこまで行けるのアガストン終了先行アンジー高校アイコム、yeah. 発祥説3ターン DJ 矢野武 Ready for itYeah, 東京じゃないけど札幌で盛り上げに来てるここハレウレさ最近はエンタメで汚しに来たあの頃のバトルシーンを戻しに来たぜラビックスタリテルだからおめえはそんなことねえんだろかばしてみろよ俺より即興のライムステージの触る路上のドライム今日はハレウレ一人旅で今夜浴びるで日の光 yeah, リトル俺に勝つ見込みなし Twitter のポエムマジ気持ち悪い俺アイドルとか罵られるけどこいつの方が100倍メンヘラじゃねいや自分のヤバさを過信する感情も経験もパシにするんだよ俺はアイドルって言われたきてのローカルでライブしてここまでまくってきたぞアイドルじゃない八方塞がり札幌の街開けた脱走とアンジェオッケー俺も別にお前にアイドルとかも言ってねえけどつまりアイドルでお前はアイドルオッケー一番俺様大本命札幌札幌うるせえ寒いラップなんかしてんじゃねえ間違いねえ逆にお前が言ってた八方塞がり下町見せるで雑草魂もしかハンドルさばきヤバいバップ俺も見せるだけまるで俺は上げてる即興の地図を東京ドリフトする気さったや東京ドリフト最後音せず終わって意味ないところだぜハンドルさばき俺も車運転俺という壁迫り車運転意味わかるか？お前触りすぎだろ本当に言葉でやろうよ多すぎるんだボディータッチ2名の劣化版ないオリジナリティだからお前ら5人ジャッジすんなって話だろ俺はだから止まらないまるでドンストップ言葉は直球勝負燃やすソウルはロックロール Yeah 俺は止まらねってことを分からせるお前とライマー同士俺は知ってるヒップホップは文化だからこそマイクでしつこくやるんだ終了先行後期高校スリーシーラビット発祥戦スーツスリーターン DJ ギャナテキレディファイ魅力わかる俺の才能だったら先生生きたぜ KKN お前ら調子はどう俺の腕張るドラゴンボールバス聞いたら即オーバーどうぞボお前らできるなってそうなことキャグロホッパーかぶってごめんな相手いるよ VAT 久しぶり俺が誰いたビルディーこの後は生まれ前 MC 使えないやつがそんな早く言ってもダメバッチリ口開けあと俺のパンチラインで食いしばれその言葉の王からまた繋げていくこの新たな出口オーバードーズなんかさせるわけねえだろ俺がお前らグリッツルーティングだけだよお前どうさせるわけがねえそれ言われたってさせちゃうぜ逆のお前の方が食いしばった方がいいらしいって話はしたいだぜいや誰かの言葉にとらわれてるとか知るほどめんどくさいから俺の強気な言葉やってるだけだろ早口ちゃんと聞き取れるだろラビットだって伝わるよおいおいチャラ箱のフェスじゃねえんだよ何言ってかわかんねえ言葉でわって盛り上がんのはガキまでだせバイバイだせたちまち帰るあつまめな KKA の俺 SIEISSYLUVIT アルファベットの文字と実力に差がありすぎ実力に差がありすぎるでも恩恵じゃ俺の褒め出す結果それがわかるかよ伝わってやる俺はこのビートでお前のディスなんか響かない聞き取れないウサギのくせに耳が悪いねただそれだけまあ仲いいけどバトルは負けねえ確かに仲がいい相手胸を痛みながら俺を叩くだけだがお前はミスったスピード感速いやつはすぐ力尽きるのさ残念 RIP 送るシリシー CC じゃなくてシリシーレペゼン宮城背負ってる未来胸に膨らまし乗ってる全員の期待終了先行アラビブルーチェ高校シリシーラビット発祥戦スリーテンディジチャカユニファイバトル強いけどアラビブルーチェはマジでジャンケン弱ジャンケン弱ジャンケン弱でもラップさなっちゃうジャンケンビタクおいいつもの通りでかましてるってか何もわからないなら意味ないだろちゃんとついてこいよおいちゃんとついてこいよおいラブがうまいとかそれは知ってるからアラビブルーチェはこのずっとスでやってるだけだ音だけで気持ちいいだろお前らぶち上がるんだったら最後も声聞かせろやえいよえいよまあ長丁場楽しんでいこうぜ俺もこんな感じ跳ねてるお前と会いたいしても俺名前ウサギだから跳ねてるこのフローどこを見なくてもお前と会いたい正面キッズやべえラブぶちかませんなそれだけ I just wanna be your free 誰も届かないところまでのみんなの人生連れてけ俺は単体にこんなフローもできてるこの長丁場どんだけぶちかませるかは俺知ったいだお前らもついてこれるなら全員背中に乗ってきな
YO、 みんなのこと少年はちょっとさ、荷が重すぎるんじゃないですか。アラビブルーちゃんは一人でテクテク歩いてくテクテク、あ、見せてくテク、間違いないならアラビブやめ、それだけそれだけ俺自分で自分に食らっちゃってる。どんだけダンスできるかのバトルだと間違いない、アラビブマジでヤバい、マジでヤバいしか言っていないのに客湧いちゃうのか、マジでヤバいなら、ああああかわしてるから最後までみんなでぶちゃえちゃう。自分のことばっかり考えてみんなのことを考えちゃいない、こんな一人よがりのやつよりもみんなのこと考えてる俺に手を上げとけよ、上げとけよ、上げとけよ、ぶちゃえんぞ。おい MC バトルだろ、こんなクソなやつと比べんな俺のこと、あいチーズアップなんてもくせにぶちかましてやるだけだって自分で楽しむだけなんてそんなままじもったいないじゃん。教えてやろうかバトルの礼儀、教えてやろうかラッパの礼儀、まずはラップをかますだけ、顔を隠さずに言葉吐け。いやー顔隠しんでもラップができなきゃ意味なんてない、俺は顔では売っていないけど顔隠いるから間違いなし、まるで先生千と千尋の神隠しでもリスグラシー、まるでカリグラシのアリエテ、マジ気持ちいい。お前がなんかさラップバトルでさどうのこうの言うてるけど、ちょっと有名になっただけでアラビブルーチェって名前聞いても挨拶してこなかったのに、リクエンセンで挨拶してくんの気も悪い。ごめんねごめんね、ぶっちゃけね、いろんな友達いたからさ、お前の顔面ちゃんとそのマスク脱いで見れて俺嬉しかっただけだ、ありがとな、だから挨拶しよって今のうちぶちかませ、まるで近く闘技、一言言うぜ久しぶりアラビブルーチェ、うん、アラビブルーチェ、俺ら魂続けてみたいの果てしないぜ運命みたいな感じだ、だけど想像以上の内容でぶちかます、俺一人だかます東北代表終了。先行リベラル、ここビシキマ、そして釣りターン、ディジギョの時レディファイ、まだまだ盛り上がりきれてない奴らどんだけいるのって話だ、わかるかな、俺は上から下じゃなく下から上まで飲み込みに来た、来たからじゃなく西から来た、 MC まるでワックのキラー、俺がここに来た、お前ら全員騒ぎな、Yeah、 騒ぎなとか言うて全然しょうもないパスしか入ってね、俺がビシキマ上げるにしきたプロップスひっくり返しに来たぞ、Yeah、 お前相手にどうなるかもわからないけど俺の頭の中から吐き出すこの玉なら止まらない、マジかみたいにお前ワンショット、Yeah、 プロップスがどうこう言うくせに俺の前、俺が出る前の激ラ優勝してプロップス得れてないの、お前雑魚どけわかる、お前第2回で優勝して盛り下げた激ラを第4回で俺が盛り上げた、 Yeah 確かにそれはちょっとあるかもしれない、俺は怠けも、俺はお前ら激ラの王者でも今じゃこいつメディアのおもちゃYeah それじゃ笑えねえって、その結果いつも通りやってんだ、目見ても感じない覇気、俺はハードライム、ハードパンチ、バッチライムし、 Yeahお前の吐きって声量それ分かってねえの、 Yeah 俺がメディアのおもちゃ、今の俺敵はどこだ、 Yeah 分かってねえ、本当に言わせてもらう、お前楽曲制作機でリルユキスト作ったくせに何もなってねえじゃん、 Yeah 確かに俺らみんな怠け者なんだよ、だからみんな派遣頑張って、それで機材集めて今頑張ってるとこ、よそのやつにどうこう言わせねえよ、 Yeah 俺らには俺らのスタイルがあるし、それを守り抜いてる、お前はどうこうない変わり映え、俺叩き上げ勝つのなんて当たり前、終了。成功者ミス、ご公開で、はあ、そして釣りターン、ディジギョの竹、レディファイ。まあ、なかなか上がりきらない客、俺らのラッテ、ぶち上げに来ただけ。じゃあ見せてやるよ、二人のセッション。引きずり下ろすぜ、無冠の帝王。Yeah、俺はそんな感覚、お前に言いたいことがある。人をディスるスタンスを選んで、後に引けなくなってるんだろ。もっと生身をさらけ出して、バトルするよ。俺はあくまでラッパーとしてダサいことしたくないし、お前も仲間だと思ってるから、ダサいこと一つも王者としてほしくないんだ。お金精神の TikTok 出て飯をごってもらって、それが幸せか、あ、コーラ王者として自覚が足んないのはお前の方だろ、バカ野郎。いや、俺も TikTok のアカウントを持ってるし SNS だって使う、だけどその無理やり使うことじゃなくて使い方とやり方にこだわってるんだよ。俺はあんたのアドバイスもしっかり聞くよ、俺もお前のことを仲間だと思ってるよ、だけどバトルになったらディスっていいのか、俺はお前のことが大好きだから曲も作りたいと思ってるよ、だから自信を持ってお前がダサいと言ってやるのが最大の愛だろうが、あ、だから俺は来る神だるは、いつも通り名古屋の街が似合うぜ、あ、お前も名古屋ウォークして本当は一緒に飯食いたかったんだぜ、なのにお金精神と飯食うんじゃなくて自分で稼いだ金で飯が食いてんだ、いやごめんな、じゃあ C
素直に言ってくれよ。次の日でも何でも時間作ったぜ。じゃあ次またお前の町にライブしに行った時は一緒に遊ぼうな。それがお前の町のやり方だろ。お前の町で見るお前のライブは一番輝いて見えるけど、俺はどんな環境でアウェーな場所でもライブして輝くラッパーなんだよ。それを証明したのが前回お前に勝った全国でライブぶちかましただけ。あ、どこがどう関係ねえ。コースというコース、どこでやったって本物は本物だろ。あ、だから俺は次の時お前は地元に帰ったし、誘う前にいなくなった悲しいぜ。首を切っちゃうわと武田信也言う。終了。先行6問戦高校会で発射で釣りたん DJ チャガレディファイ。決まんねえバトルはしたくはねえ、気持ちいいバトルで俺やろうぜって、もうこれが答えだ。前を捉えた人生変えるぞ見てるお前ら、yeah、俺が言いたい、そういう終わった後とかは考えたくない、だから一言舐めて頑張るな。後輩相手に負けてたまるかよ。友達たくさん連れてきてそれで人生変えるってバカかお前。その上俺はことの上使える仲間を遠ざけ一人で歌え。ああ俺はそれができる。俺は負けた時に俺に手を挙げない奴を仲間っていう。お前単なる友達だろ。友達連れてきたんじゃねえよ、友達がついてきちまったんだよ。じゃあお前やり方変えてみな、家族とこのマイクにかけてきたんだよ。お前それがさ分かってねえ、そのアピールクソだって。でも俺のスキルに嘘なしの才能、じゃあ一発でクソガキを排除。お前は結局ばあちゃんとかかけてきたものは当たり前、その上で俺はラッパ行動にすんだ。当たり前のこと口にすんだ。その上で俺は作るステージ、ビーツ、ファイブ、ラップ、MC、 でもクールな心は忘れずにだろ。当たり前のこと口にしてバカにされても俺は貫いてきた。俺だってこの場の行動技術お前と一緒で行動にするよ。それがお前は分かってね、ぐちぐちディスばっかでうるせえんだよな。お前のバースなら切り隠れ、ディスばっかのバースは聞きたくねえ。申し訳ねえな、他人に厳しい分誰よりも自分に厳しいんだよ。誰よりも追い込んだから追い込まれても余裕シャキシャキだよ。お前シンプルにラップのテクニック足りねえな、その上でラップで出る一句高等技術ないなテクニック。終了。先行コンターゲット高校シャミス発祥戦3ターン DJ 矢野武レディファイ。今日コーラの先輩関係ねえよ、今日はぶち殺しに来てんだよ。火炙りの芸だオンファイヤー、俺海賊戦隊ゴーカイジャー。見てタラマ、もう13年前、時の流れで残酷だね。ワック MC にあっかんで、どうせ漢字で書けないビャンビャンめ。あの日お前が勝ったことは認めるけど、お前を王者としては認めねえな。いや、流れるビーズが起爆材料、てか王者としての自覚ないの。いや、人をワクとか言ってるけど、どっちがワクか自分と見つめ合いな。ここまで来たら止まれないステージ、こいつで上がったお前らの責任だ。王者か王者かないかはお前が決めることじゃなくてお前らが決めることだろうな。いや、リフターンとドヤ顔すか、その程度。まあほな殺すか。認めるか認めないかじゃない、お前のことなんて見たくないし、自覚外なバースでお前らをぶち殺しに来てんだ。全員手を挙げろ、ブチョヘンス。いや、結局言うことなくなってブチョヘンス。じゃあバースの内容に込めろって言ってんの。王者か王者じゃないか、こいつらに決めさすんじゃねえ。自分がやることやって示すのがラッパーだよ。わかるか、俺も無名のとこから来た。王者っぽくない、ヒップホップやめろいいやつはとか言われてた。だけど今ではどうだ、全員に待ち焦がれてるラッパーが俺だよ。いや、確かにそうだな。でもな、俺のスタイルはこういうことやってなんぼなんだよな。ごめんな。いえ、しっかりビットに乗っけることもできなかったに募集たれた。これがボタボタでもエゴのだからベタに乗っける。つーけつーまねーしたらかーたらかーって誰もまねできねえんだよ。脳神経がもう死んでる。高次元で引いとけ4人分。いや、誰もまねできないんじゃなくて、お前のスタイルはまねしたくねえんだよ。てか俺のスタイル以上こういうことをやらなきゃいけないって、フリースタイルもっと自由に泳ぎなよ。わからないの。いや、漢字に振り仮名を振るように、こいつのバスには字幕が必要だな。いや、これが俺のアンチテーゼ。マイク置いていけよ漢字検定。終了。先行アラビブルーチェ。ああ、ここはい、もう一回聞いていい。そうですよね。ごめんなさい。じゃあ DJ シャカ、ちょっともう一度ビートお願いします。 Yeah Yeah Whoa Whoa Whoa。OK ですか。それではいきます。ベストオー第1試合、先攻アラビブルーチェ、高校アンジ、8小節4ターン、 DJ チャカレディファイ。
張しすぎ緊張しすぎ裏で俺と話してくれない、緊張しすぎ緊張しすぎ俺がオリマーお前赤ピクミン、それだけそれだけ、てかビートの乗り方とかわかんないんだろ、俺がレクチャーしてやるからちゃんと聞きな、これはリスナーとか関係ない、俺アルビブルーチがマジでヤバいってこと見たに分からせてない、吹きならやること何もなかった地元の街にしているこのタイプは、吹きならビートの前からスピストルか、かけるフリースタイル、お前言っている赤ピクミン、同い年ラビットの敵討ちだよ、OK 当然証明するだけローベローケ当然証明、踊り公園踊りのて本書志向でもまたいで地元で知ってきたサイファータイマーブーカーファカハマラッパー、お前がラビットの敵討つバッシャーない俺うまいもん鼻につくもんな、バカバイブするだけで上がれるラップじゃないってこいつも早口ウエストウェイかなりの腕100分10年俺らは赤中心貸したらガシガシカするからワノビチなら意味ならなしなしバックダッシュの前に決まるからガルジュララッパーとして鼻につくんじゃなくて耳元に音楽やらずにどうすんだよって話だよ、お前が鼻から貢献言ってるよマジ滑稽だの当たり前ローカルに貢献するため噛んだ噛んだ言ってるだけでお前マジで下りすぎ、噛んだから関さんのライブ真似だけ合わせるかみばかみ歌いながらつまらないラブばっかりやってるの、早口ばっかでマジ聞き足りない、お前ら全員なんで分かんないか分かってる、お前が早口やってさみんなが疲れてる、I love you ブルーチューはいつもリラクゼーション、前なんて楽屋で食べてた弁当、ああ足りない足りないみんなの掛け声が足りない、歓声が真面目に足りない、 I love you ブルーチューはお前ら一人一人の歓声でパワー入れるからあと一本残ってる、ちゃんと聞かせてくれ、 Yeah お前と違って俺は弁当を食べれねえよ、一個のバトルに緊張してかけてんだよ、お前は勝ちたくねえって言ってんだろ、わかるよバトルに頑張ってるやつをバカにしたいのもわかるよ、違うのか分かった、じゃあそれは誤解か、俺の勘繰りすぎだ、でもな地方ローカル東京のステージに立てる機会が少ねえんだ、1回で OK エンタメで終わらせなくねえんだ、ああ OK お前がずっと勘繰ってたから俺とも喋れなかったっていうことはドラッグやってんのこっちじゃねえ、あとそもそも俺2本目でドラッグエビデスモーキー言ったけどその前言っていないのにワンバスで言ってるキッキン、はマジで興味がない、お前みたいななんか三流ラッパーがこそ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 ネタでやってずっとここら辺で立ってるかな、マジで誰もわからなくなっちゃうのごめんなさい、俺のせいかも、覆面かぶってるやつが俺に勘繰りすぎって言うなよ、かぶったら顔を隠してんだろ、分かってね覆面バカの指名手配犯、ローカル叩き上げの次元が次元だ、だからやってるウォンテッド当然勝利いただく評定法ファイアートルネードを両親に知ったから打ち込むんだ俺の音楽で、今日はいいとこ止まりで終わらせねえよ、終了せこっちゃりここ白ガラス発射せつりてん、デジヤナタケレディファイ、リベラのてめえどうしてどっかで見てんだろ、クラブチッタの裏で握手求めたときペコペコしたくせにイベント終わったらこの出るとツイッターで愚痴ってばっか、やり方ラッパーいやメンヘラ女ダサすぎんだろ普通に、リベラルお前の後輩なんだろ、お前らラップうまいのも知ってるよ、じゃあお前かっけえ先輩ならそういうのは直接家とか正してやんのが先輩なんじゃねえのか、Too many bitches, bitches around me 俺の周りに増えてる男のビーチ上から下まで見た目はチャンボーイでもやってるのはバトルフラー、音楽やってんのはどっちだよ、てかお前から挨拶俺のやったらバチバチか、お前じゃ俺にスキルが足りないなとか言って、お前リアルぶってなんか色物嫌いですみたいなスタンスで言いといて、お前俺に対するツイッターのあれがエンターテインメントだったらディスる資格ないし、本気で言ってんならカタカナで本物だぞクソデブ、意味わかんねえよなんだそれ、気持ち悪いな、発祥説でやる表現力が足りねえってことだろ、お前らフェイクはやたらとリアルを演じる、俺はひたすら削ってきたんだしのぎと鉛筆、いや俺がありがとうクソデブ、俺はお前よりも余裕で動ける、ああさっきからみんなわかってる、こいつはラップじゃなくずーっと喋ってる、はあ音楽やりに来てんのんでなんだよ、ツイッターがどうのこうの、は分からせる発想説そう今日のお前のことパウントでボコボコ、はいはいフェイクがスカスカの内容を適当なフローでごまかすよりリアルなヒップホップやってるアーティストが一個一個トップオブザヘッドでヒップホップリアルな言葉吐いてんのが一番楽なんだよ、
それを分かってないからダラダラやってんだろ。お前は SNS 社会に飼われたただのドレイ君。お前はそうだな、ただのドレイ君。俺が掴むデイドリーム、お前がドレイクでケンドリック。お前がケンドリックなら俺はトラップシティから飛び出してきてるマッドキッド。意味が分かる。お前がドレイク、俺がドレイク、お前のことも余裕で超えていく。はっ、クソみたいなことをやってる。プレイズもぶち切ってやるがクソやる。お前が喋ってる、俺はワンバースのパンチラインで分からせる。言うな、終了。先行白ガラス、ここチャリ発射で釣りターン、延長戦レディーファイ。ラッパーのフリして喋ってるガス、俺がワンバースで分からせる。で、俺がここらで始めていく。俺のフローがワックを逆なでる。わあ、お前がチャリ、俺はチャリ、おこいで前傾姿勢。リベラルの話俺は俺でお前を全否定。リベラルの話してんじゃねえ、後輩の便乗でクソだって。クソつまんねえ、俺にラップしろ。お前はリアルなヒップホップやれや。クソレベル、マジでそういうの足りてねえんだよ。これがネオジェネシスが箱がちっちゃいからとか関係ねえ。こういうフェイクを起こすのがヒップホップ。このクソ豚吊るし上げてチャーシュー完成だよ。まだ喋ってるから、頭から最後までラップをしてないぜ。まだリベラルの同期と同じベンジャーシーサンプリングばっかり。で、まあここらで分からすぜ。リベラルがバトルアーティストだっけ。俺とリベの曲流れる DJ 隊、お前の曲はどこだって言って、高校生みたいな SNS の使い方。じゃあ次フェスのライブ出ますとか、じゃあ次 MV 出ます、全部激闘ラップ甲子園。いつまで高校生気分でやってんだ、クソだ。俺は全部のレベルでやってるよ。なんでお前ゴリゴリ近寄ってきてよ。俺にラップしろ。お前はリアルなヒップホップしろよ、クソフェイク野郎バトルアーティスト。死ねちくしょ。いや、まあ焦ってる、ありがとう。俺の大会いろんな人お世話になってる。コーラじゃなくて悪口大会。東京お前ワックはバイバイ。まあ最初から最後まで俺の大会や後輩の名前一つ教えてやるぜ。白ガラスにそれ全部が関係ねえとか言って、結局戦国のネオジェネチームとかのことをくしゃべってたくせに、お前邪魔すんじゃねえよ。普通にブッキング来た瞬間受けて、お前プライドねえのかよ。ひと気持ち悪いな、お前ネオジェネチームのこと全部やっといてや、それで出てしまうんだろ。だったらお前ステージ下で泣いとけや。俺に勝った後3人に焼き土下座。終了。先行アラビブルーチェ、ここかいで発祥節4番デジチャカレディファイ。Yo, アラビブルーチェは化粧するでビートレディ。間違いない相手がレカカイリー。どうでもいいけど俺は100マイリー超える。ゲゲゲゲゲゲマジでラップがめラップがめ、バグりすぎてる脳内。お前ついてこれる、お前らもついてこれる、わかんないけどな、ちゃんとかましてこい。先行なんていらない、マスターベーションと何も変わらない。あんたの土俵の上でもラップをかますだけ。ここにいないあの人対談すれば応援していく。そこにイルミナティ、あ、ドキ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 、頭はバカ。それでなんだなんだなんだ、そんな感じなんか終わりはない。あんたルチェネとラブ久しぶりに戦えて嬉しいぜ。あんたとここで対面し優勝する間違いならね。俺とバトルするやつは大体がカングル。こいつ言ったギャンブル、お前ゴーヤチャンブル。ゴッシュッシュッシュ、はい痛めました、さよなら。それだけ見た目にすってお疲れ。おい俺つけるアボランチ、追ってくるパパラチに、あーアラビブルーチェが好きらしい。あの道俺は孫らしい、怒ってアボラチ。俺は自分を自分で信じてるから、自分以外は疑わない、わかるだろ。は勝利するの全馬戦ゴーヤチャンプで、まるでクレバーな MC キックザカンクルー。そんな感じだぜ、わから表まで持ってくだけだ。間違いはね、あの日の下手な道から登り詰めてく相手がルーチェでもかわすだけだ。ありがとう、でも楓のこと俺はあまりわからない。お前言うてないかゴヤチャンプル、お前髪型ダサキもゴヤカップルみたい。懐かしい話までしちゃうし、アラビブルーチェやっぱビチと楽しみたい。どこどこ俺のラブマシン、俺のことを知らない奴らもわからせるぜ。この若さその上で俺が強い、今気づくならわからせてやる力づく。それが MC のやり方だぜ、間違いはない。決勝来て焦っちゃって詰めちゃってね、余裕でステップ切っちゃって楽しめよな。いや俺100万馬力力づく教えてください、本当に。あは100万馬力100馬力俺ラッパーアーティストで書くリリック。気持ちいいからどうでもいい
show me vibe 間違いない俺はしてるサバイブ俺は名古屋で本当ないんだけバカラッパーちょうどいいんだぜバカ具合がちょうどいいって分かってないやつ分からせめてけただ俺の泣いたその上で俺はただで終了マイク一本で雑かむ優勝